味一筋長谷園。価値ある製品作りを目指す鈴木自動車。遺跡納期。水のスポーツフランスベッド。富士屋大塚製薬の提供でお送りします。フランスベッドハニーライフシリーズ。寝るだけの寝室からくつろぎの寝室へ、豊かなナイトライフを演出するフランスベッドハニーライフシリーズ。寝室の新しいイメージを考えて作られたシステムインテリアです。くつろぎの寝室作りキャンペーン実施中。走れスーパースター。アスレチックウェアスーパースター。数多くのくぼみを持つ網組織が汗と体温を確実にコントロールする。アスレチックウェアスーパースター。ブレードラインひときわ。ねえ、受付の仕事って椅子型じゃ心配ね。そうなの、長い時間座ったままなんですもの。私なんかもそう、立ったり座ったりでしょ。あら、ロリエにしたら。ロリエ？そうです、ロリエには高分子吸収シートが入っているから薄くてもよく吸収します。それに片道吸収ですから逆戻りしないんです。肌触りがサラッとしてるのよ多い日も安心。ロリエ。Let go.
force is strong in this one. Luke, trust me. His computer's off. Luke, you switched off your targeting computer. What's wrong? Nothing. I'm all right. こんばんは、高島忠夫です。竹村ゆりです。どうですこのスターウォーズのハイライトシーン。ハイライトシーンだけども思い出しますね、あの大ヒット、空前の大ヒット。しかもあの今のところでもさがるあのルークがあの帝国のあのデスターをダーンもう拍手喝采しましたね。僕らみたいにいい年したおっさんまで喜んでやってていただいたもんですがさてこれでまあ大変なヒット、そこでまあスターが生まれたんですが、なんとそれが人間じゃなくてR2 と例の C3PO です。ロボットがまあ大変な人気になりました。例の大スターが手形を打つ有名なチャイニーズシアターに、これなんか形を残さずばなるまいということになりました。いよいよ、まあ、フィルムちょっとご覧ください。まあ、全米からファンが集まってきまして ね、もう憧れのほらスターを見る目でみんな見てるんだね、ウキウキしてね。そこへまあ足形をこうつけた、まあ、サインはスタッフがしたんだそうですけど、これ前代未聞だろうと思うんですよね。人間様なりだそうですね。大スターが押したところよく、これはもう永久にやっぱり名物足跡ですかなって残ると思うんですけれどもね。さて今回の帝国の逆襲ですけども、ゆりちゃん見たんですって。ずるいな。もうバッチリ見てきました。どんな感じ？すっごく面白かった。そうですね、おっしゃっていいのかしら。一作目はですね、はい、本当にあのもうなんていうんですか、こう SF のね戦うシーンが面白くって、うん、わーわーっていう感じで終わっちゃったんですけども、あれよあれよといううちね、今回は女の子としてはもう喜ぶべきラブストーリーが入ってるんですよ。やっぱりルークとレア姫と思うでしょう。思います。私もそう思ったんです、見てて。ところが違うんです。ハンソロ、あのならず者と言われたハンソロと、そしてレイヤ姫のラブシーンなんですね。三角関係になるそうです、帝国で逆襲は。それから？それからですね、うん、あのなんとあの C3PO が、うん、あの人気者のバラバラになっちゃう。うん、さあどうなるかは映画を見てのお楽しみなんですけど。まあ そ, どそれからそれから？そうですね。あと新しいキャラクターがどんどん出てきました。そうですね、あの、うん、氷の惑星ってすんごく綺麗だったんですけど、真っ白の、雪の氷の惑星ホスに、反乱軍が、基地としてあのいるんですけれども、はい、そこであの乗り物を乗ってるんです、うん、乗り物使ってるんですけども、まあ、乗り物って前も乗り物でした、そういうんじゃないんですけど、うん、馬みたいに、うん、あの怪獣でトントンって言うんですね、それが、はい、ケムクジャラのね、やっぱりちょっと怪獣ですね。またこれ人気者になるでしょうね。ちょっとこう変わってて、うん、日本足みたいでピュッピュッピュッと、まあ、そこまでそこまで、はい、そう他のおっとっとっと、はい、それからですね、うん、あの一作目で例のあのルークにあのいろいろあの剣術を教えました、師匠のオビワン、
あのさらに師匠のちょっと待ってたよ、はい、あの師匠だってもうだいぶのお年でしたよね。そのお年の師匠のまた師匠ってどん何歳ぐらい。800歳。1000人だそうです。1000人。はい、どんな顔してるんですか。はい、ちょっとここに今パンフレットがあるんですけどね、ぜひ見ていただきたいと思います。あ、そうです、はい、あ、これこれね、これ、はい、これ、はい、すごいでしょう。これはなんかこう人間がね、演じてるように本当に表情がすっごくいいんですけれども、ぜひ皆さん見ていただければ分かるんですけども、実はね、まあ、いろいろと、はい、裏話もありますね。さて、これからお送りするの番組はですね、そのスターウォーズ帝国の逆襲、これは実は大変な秘密主義で捉えたんですが、その秘密主義のまた秘密の特撮の秘密が今日はご覧になると分かるかもしれない。ワクワクしちゃいます。でしょ。で、実はですね、ジョージ・ルーカス監督がこの ILM 社、ちょっと難しいですね、はい、インダストリアル・ライト・アンド・マジックという長いです ね、はい、それをですね、映画の都ハリウッドではなくてサンフランシスコに作った。しかもサンフランシスコまでは行ってもいい、そこからと何丁目何番地にこれスタジオがあると言わないでくれ大変な動き、そこを特に我がスタッフが取材を許されて、じゃあもう許してやると。で、だいぶですね、秘密のところを無理やり撮らせてもらった。それも今日は見られるということですね。それからループとレイヤ姫がこの後このスタジオに来て、あなたがインタビューをするという、はい、いい役ですね。そしてもちろん帝国の逆襲のハイライトシーンもお見せいたします。それからスターウォーズの未公開フィルム、シリーズの未公開フィルムもご覧に入れる、はい、そしてまだありますプレゼント。はい、はい、そうです、プレゼントの詳しい内容については、番組の最後にお知らせしますが、その素敵なプレゼントが当たるですね、当たりますキーワード、コマーシャルの前に、皆様に、お知らせします。そのキーワードをぜひ覚えておいてください。何回か出ますから、そのキーワードしっかり書き留めておいてくださいね。しっかり。さて、それではね、早速初めのキーワード、皆さんメモのご用意はよろしいでしょうか。それではいきます、はい、初めのキーワード、一番最初のキーワードはこれです